多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第118回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高木さん、はい、今日も頑張っていきましょうね。はい、お願いします。はい、本日のテーマはこちらとなっております。補助金を申請したいと考えています。申請書を作成する上でのポイントを教えてください、はい、ということなんですけども、はい、高木さん、補助金とかも支援されてるんですね。いや、補助金はね、うちはその仕事としてはやってないんですけど、やっぱりこう、はいはい、最近これだけその補助金が増えてくると、ほうほう、やっぱクライアントがね、こう使うとかって結構あるんですよ。ああ、そうなんですね。そう、だからそういう時にやっぱこう聞かれたりするんで、ほうほう、やっぱお答えしたりしますよ。なんか最近ではものづくり補助金とか事業再構築補助金とかね、持続化補助金とかいろいろありますもんね。そう、すんごいたくさんありますよね。ありますね。で、まあ使えるもんはね、使っといたらいいと思うんですよね。おお、その辺のね、補助金って僕のイメージですよ、うん、もう補助金ってなんかすっごい分厚い資料というか、申請書だけじゃなくて、はい、事業計画作ったり、なんか添付資料作ったり、なんか財務諸表を整えたりとか、うん、すごい大変なイメージあるんですけど、はい、その辺のポイントっていかがなんでしょうか。まあやっぱり金額が大きくなればなるほど申請書を作るのも大変だし、はい、あと採択された後の手続きも結構大変ですよね。あ、そうですよね。だからね、そこはまあコスパ考えて申請した方がいいと思いますよ。ああ、その補助金の額に見合った頑張りというか。そうそう、例えば今お話があったそのものづくり補助金とか事業再構築補助金って、はいはい、結構ね、あの手続きめんどくさいんですよ。あ、そうなんですね。あの採択された後もね、はいはい、だから100万とかそういう金額で申請してたら多分ね、事務コスト高くつくようなイメージですね。ああ、そうですか。うん、まあだから申請の段階からその採択された後の手続きとかまで考えると結構大変ですからね。おお、まあ買うものにもよるんですけど、はあはあ、だからその100万円がね、この細かいもの何個も買うみたいな計画だとこれは大変ですから、はあはあ、まあそういうのも踏まえて、あの、考えた方がいいと思うんですけどね。そうですよね。ちょっと一個ちょっと純粋な質問なんですけど、こんだけいろんな補助金あるじゃないですか。はい。自分の会社にあった補助金の探し方ってなんかポイントってあるんですか？まあいろんな補助金があって、自分の会社はどれを申請しようかな、あるいはもしかしたらいろんな補助金を申請できる可能性があったりするじゃないですか。うん、それだから どうやってその自分に合った補助金っていうのをピックアップしてくるもんなんですか、こういう補助金って。ああ、だからそれは、はい、まず補助金って、こう、目的があるんですよね。どんな補助金も。おお、はいはい。何のためにこの補助金を実施してますっていうのがあるんですよ。ほうほう。まあ、例えばその雇用をね、増やしていくとか、地域をね、こう活性化させるとか。ほうほう。補助金によって目的があるので、まずちゃんとその目的を確認して、はい、それがあの自分の事業、やろうとしている事業とその目的が合致してるかどうかっていうのはちゃんと見なきゃいけないですよね。ああ、はいはい。で、当然なんですけど、目的に合ってない事業、補助金っていうのは、やっぱり採択される可能性低いですよね。ああ、はは。だから目的に合わせて作文していくんですけど、はい。やっぱこれはね、あの作文するにも限界があって。あるんですか？もともとその目的に即した事業っていうのは、はい、やっぱりその計画書をね、書くときに無理なく書けるじゃないですか。ああ、そうですね。だから採択されやすいですよ。おうおう。で、あとはその対象経費がやっぱり補助金によって若干違うんですよね。ああ。何が対象にできるか。はいはい。だからそこをちゃんとこう確認して、ご自身が投資しようとしているものが含まれているのかどうか。ああ。で、ものによっては制限があったりするんですよね。ああ、そうなんですね。反則費、ネットの反則費には何割までしか使えませんとか。ああ。だそういうのも吟味して、まあ、決める。ほうほう。で、ただ、例えば、複数の補助金を利用することはできないんですけど、はい。申請することはできるんですよ。ああ、そうなんですね。だ両方とも採択されたらどっちか選べばいいっていう話でもあるので、
で、結局補助金って全部採択されるわけじゃないじゃないですか。はい。だから、まあそういう悩ましいものがあるんだったら、まあ両方とも申請しといたらいいんじゃないですかってお話ですよね。ああ、まあ確率も上がりますしね。そう。で、後で選んだらいいと思うんですよ。はあ。あの補助金とかの申請要領ってめちゃくちゃ分厚いじゃないですか。はい。あれって読むべきなんですか？あ、ちょっと素人の質問で申し訳ないですけど、全部読んでやるんですか？まあやっぱりね、その、補助金の要件とかっていうのはちゃんと見なきゃいけないですよね。はい、あ、そうですか。一応ね、絶対見なきゃいけないポイントっていうのが何個かあるんですけど。おー、はいはい、なんでしょう。まずだから、その、利用するにあたって要件ですよね。はあはあ。なんか、例えば、社員が何人いないとか、まあそういうのあるんですよ。こういう業種はダメとか。はい。で、それ見落としてたらそもそもじゃないですか。そうですね。はい。対象ならないじゃん、みたいな。あ、はい。そういうのとか、やっぱ補助事業の期間とかね。はは。結局補助金のね、超デメリットっていうのがあって。あ、そんなあるんですか。あの、スケジュールが決められてんですよ。あ、お金を使うタイミングとかそういうことですか。そうそう。だ、例えば最近ね、はい、うちがあの申請しようとして、はい。見てたあの小規模事業者持続化補助金っていうのがあるんですけど。あ、はいはい。期間をね、確認したら、なんかね、利用できる期間が4ヶ月とかしかないんですよ。おお、はあ。で、4ヶ月間のうちに、あの、お金、事業計画をね、遂行して、お金も全部支払い終わって、はい、で、その10日後ぐらいまでに計画書出さなきゃいけないとかってなってて、はいはい、めちゃくちゃハードなんですよね。ああ。で、その間に、だから実行できればいいんですけど、はい。いやいや、そもそもなんか機械とか買って、その4ヶ月間で来ないよとかってなってったら、対象にできないですから。はい、ああ、そうですね。だからそういうの気をつけなきゃいけないですよ。ああ、確かに。結構細かい落とし穴がいっぱいあるんですね。あ、そう。だからね、公務要領めんどくさいんですけど、はい、一回ざーっと読んで、あの、重要なところに僕とかなんかこうマーカー引いといて、あとはそこしか見ないですけどね。ああ、なるほど。押さえておかなきゃいけないポイントだけは後で見るっていう感じ。どうしても PDF とかで流し読みしちゃいますけど、なんか紙に印刷してマーカーとか引いてると抜け漏れがなくなるかもしれないですね。まあ、後でね、見返すこと考えたらそうしといた方がいいですよね。そうですよね。今回は、その、申請書を作成する上でのポイントじゃないですか。はい、ああ、そうですよね。お願いします。結局、補助金ってこう、採択されなきゃいけないわけですよね。はい、はい。で、まあ、これはね、最近もうこんだけ補助金長くなってるから、皆さんね、重要なポイントって結構、理解されてき始めてるんですけど。はい、はい。よく言われるのは、ちゃんとその補助金の、あの、さっきお話があった公募要領っていうすっごい分厚い中に、はい。審査項目っていうのが書かれてて、おうおう。で、だからここ見ますよって書いたんですよ、丁寧に。ああ、そうなんですか。そう、超丁寧に書いてありますから、はい。例えばね、あの、この事業の、あの、市場規模はどれぐらいかとか、ああ、十分にあるかとか書いてあるんですよ、ここ見ますよって。はいはい。だからその市場規模についての記述がないとそこって評価しようがないじゃないですか。ああ。だからそういうのについてまず漏れなく書けっていう話ですね。ああ。これはもうなんか最低限のライン。ははで、まあそういうねテクニック論以外に僕が結構重要だなと思ってるポイントが、はいはい、あの2つあるんですよ。何でしょう。で、これ一つ目はあの補助金って基本的にこう国からねお金をもらって。はい。とかね、都道府県からお金をもらって、こういう事業をやりますっていうものじゃないですか。そうですね。あの、僕から言わせると、その事業を、だからやることに必然性があるかどうかっていうところなんですよ。おほう。だから、一番ダメなのは、補助金があるからこれやりますみたいに見える申請書。はい、ああ、なるほど。補助金なかったらその事業を やるつもりあったのかよみたいな、そういうことですよね。そうそう、とか、あの、明らかにただ機械が欲しいだけに見えるとかね。ああ、はいはい。こういうのって、だからその必然性を感じないわけですよ。ああ、はいはい。別にこの会社じゃなくてもいいし、その事業をやるのであれば。はい、ああ。もしくはその会社のことを見たら、別にその事業じゃなくてもいいよね、みたいな。確かに、そうですね。っていうのが読み取れたら、これはもうね、はい、ダメなんですよ。おお。だからもう、その申請書を読んでたら、あ、確かに、この会社の状況とかこの外部の環境であればこの事業をやるのはもうすごく当たり前だし当然のことだよねと。で逆にこれしかないですねって見えるようなやっぱりこうロジックを組んで申請書に必要な情報を配置しておく、こういう考え方がすごく大事ですね。
となるとやっぱあれですよね、その高木さんがおっしゃってましたけど、その自社の分析というか今の経営状況がどんなものかっていうのもちゃんと具体的に理解して、その事業計画書とか申請書に落とし込まないとダメってことですよね。そうそう、だけどそこがね、あの、はい、一回だからちゃんと自分の状況とか外部環境とか分析するじゃないですか。はい。でよくありがちなのはね、それをね、まっとうに全部書いちゃうってことなんですよ。あ、なるほど、赤裸々に書いちゃうと。そうで、これは計画書としてはいいんですよ。はい。だけどその審査する側から見たら、結局その結論に必要な情報だけ書いてくれよって話したわけですよ。あ、はいはいはい。結論にいらない情報って、関係ない情報ってもう雑音じゃないですか。そうですね。だ、僕はね、よくそれをね、巻き絵って言ってるんですけど。巻き絵要はこの計画を遂行することが会社にとってもう不可欠である、はい、伝えたいわけじゃないですか。だからそう伝えるために、分析した情報の中からどの情報をどういう順番で配置しておいたらね、これがだから巻き絵ですよね、はい、おー、配置しておいたらその結論に審査員がちゃんとたどり着くかっていう話、はい、はいはい、だからこう巻き絵を巻いて、はいはい、審査員を食いつかせて釣り上げるわけじゃないですか。なるほど、はいはい、だからあの都合が悪いこと書かなくていいし、もうその自分が言いたいことやりたいことにを絶対やるべきだって言えるための情報をちゃんと盛り込んでくださいねっていう話ですね。ああ、さすが高木さん、釣りが好きだからちゃんと巻き絵っていうところに持っていくんですね。そうそうそうまああれですね、嘘はついちゃダメってことですね。ちゃんと真実の中で、まあ、言わなくていいことは計画書に書かないっていうことですね。あ、そうそう、嘘は言わないですよ、はい、嘘は言わないですけど、自分に都合がいいことだけ言うって話。ああ、はだ、そこは取捨選択しないと、はい、これダメですよね。ああ、ありがとうございます。もう一個は何ですか、ポイントというと。今1個目お伝えいただきましたけど、でもう一個は、まあはい、そこのね、延長にあるんですけど、はい、そのね、事業をやったら会社がね、いい状態、いい会社になるんですかっていう話だから、会社の経営力が上がるんですかっていうこと。ああ、はあ、はあ、ここをちゃんと見なければいけなくて。はあ、はあ、で基本的に、ね、どんな補助金であっても、基本的にその投資をして会社が良くなるから、はい、国もお金出すわけじゃないですか。まあそうですよね。じゃあね、その良くなるっていう定義が何かっつったら、はい、別に短期的な売り上げ上げてほしいって話じゃないわけですよ。おお、まあ、違うんですか。だから投資して、まあ、翌年だけ売り上げがね、上がればいいって話ではなくて、はあはあ、当然それでもいいんですけど、どっちがいいですかって話ですよね。だから投資して来年売り上げ上がるけど、再来年は分かりませんねっていう計画とこれを投資したらね、会社の基盤が盤石になるから、はい、まあ、ここから5年先とかを見据えた時にもね、筋肉質な経営ができてきますねっていう計画、どっちいいですかって話なわけですよ。ああ、そうですよね。それは専門家が見るんだから、はい、審査をね、はあ、どう考えたってその筋肉質な経営の方が評価高いわけじゃないですか。ああ、そうですね。でここをね、勘違いしてる申請書ってめちゃくちゃあるんですよ。あ、例えば、はいはい、あのホームページを作ります系の計画書とかね、はいはいはい、ホームページ作って経営ってよくなんですかみたいなそもそもろみたいないや、だから、はい、ホームページ作っただけで経営なんてよくなんないし、はい、逆にね、ホームページ作って経営よくなるかもしれないけど、はい、でもその場合多分計画書に書く内容はホームページ作りますだけじゃないですよね。ああ、はい、そうですね。そのホームページをどういうふうに活用していくかとかってこう出てくるじゃないですか。ああ。でね、この観点をちゃんと盛り込んでる申請書って実は結構少ないですよ。ああ。だからなんか短期的には良くなりそうなんだけど、ああ。それっぽいこと書いたんですけど、本当にこう中長期的な視点で見たときに、この会社はだから発展していくんですかと。例えばあのものづくり補助金とかって、はい、なんかこう機械買ってでそれ生産性上げるとかね、はいはい、なんか新サービスを開発するとか、まあ、そういう系の補助金じゃないですか。ああ、そうですね。でもただね、それだけやってたら、まあ、せいぜい持ったって3年とかそんなもんじゃないですか。じゃなくて培ったノウハウ、ね、人的基盤とかがあるから、この先はじゃあこういう取り組みにも発展していけるよねと。でそうなると、別に今回の取り組みって一時的にはこういう面のねメリットと、中長期的にはこういうプラスになっていくよねみたいな計画であった方が、はい、どう考えても何年か先って良くなるわけじゃないですか。ああ、そうですね。だ、そういう視点を盛り込んでくださいねっていうことですよ。ああ、
高木さんのお話聞いてると、その現在とか未来のその解析度というか、その解像度っていうのを高めていくっていうか、ちゃんとその未来のビジョンもちゃんとはっきり見えなきゃいけないし、現在の状況に関してもしっかり深掘りできてなきゃいけないし、まあ、そこができてやっと紙に起こせるんだなっていうのはすごい思いましたね。あ、そうそうだ。結局、補助金の申請書って経営計画書をかけ出せって言ってるんですよね。ああ、はい。だから、経営計画、少なくても3年単位とか5年単位ぐらいの先をこう見てるわけじゃないですか。だからこれはね、補助金のコンサルタントみたいな方も結構いるじゃないですか。はいはい。で、そういう方と話してても、やっぱりね、こう、違和感を感じる人と、あ、本質的な人ってやっぱいるんですよ。あ、そうですか。で、僕も補助金のね、支援してるコンサルタントの知り合いっていっぱいいますけど、はい。やっぱりね、いいコンサルタントで、こう、採択率が高いコンサルタントっていうのは、基本的にね、本質的な経営計画作成のコンサルしてるんですよ。おー、はいはい。だから、見てる視点が、やっぱりこう、そこそこ長いですよね。ああ。少なくとも5年先とかっていうスパンで経営計画サポートしてるんですけど、はいはい。本当になんつうんですかね、こう、ただ取るだけのコンサルとかっていうのもいて、ああ、そういう人って、やっぱりなんかその投資をしたら短期的にこんだけ業績がグッと上がりますみたいな、ああ、なんかそういう計画に僕なんかが見ると見えるんですよ。ああ。でも本来そうあるべきですよね。いや、そうですね。その補助金のためだけじゃなくて、本来の経営を良くすることっていうのを意識していれば、なんか補助金はその手段というか、まあ、そういうのに使っていくっていう風な視点で、まあ、捉えられますしね。それはいいことかなと思いますね。で、結局、補助金もこんだけ長く続いて、各人のレベルも上がってるんですけど、審査員のレベルも上がってるから、はい、あーはー、だからそういうその小手先だけテクニックでこう書いているような申請書っていうのはね、もう残念ながら見抜かれるんですよ。ああ、はいはい。だから、これからね、そういう申請しようとするんだったら、やっぱりその自分の会社を本当に良くするために、何をすべきかっていうのを考えた方がいいし、はあはあ、コンサルに依頼するにしてもそういうことを一緒に考えてくれるコンサルタントにするっていう方が絶対いいと思いますよ。ありがとうございます。もう補助金の申請書類の書き方であったりとか経営コンサルの見極め方とかそういうところも教えていただきましてありがとうございました、はい、本日は補助金の申請書を作成する上でのポイントについてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。